は認められませんので、ここで打ち切らせていただきます。はい、ありがとう。ということで、発言を認めなかった大越健介先輩ですね、訴えます。月曜日に訴えることが決まりましたので、追加で報告しておきます。もうやられたらやり返す、バレないしな。